最初に頭に入ったものが正しいと思っちゃうんです。まあもちろんマスコミはそれを使ってるわけですね。で、僕は科学者だから、マスコミの聞くと同時に気象庁の発表データとか、天気図とか全部見て判断します。それから豪雨でも静岡県に観測史上最大の500ミリ、3日間で500ミリなんですってもね、僕はやっぱりちょっとデータ調べてからなんですね。この前こうなりましたね。 えっと、電気自動車は僕は重さ1.5倍って言ったらね、普通の自動車、ガソリン自動車1.5倍って言ったら、詳細に調べられてね、まあ、1.2倍から1.3倍じゃないの。武田嘘ついてるって言うんですけど、まあ、これちょっと説明が必要でしたね。えっ、ー、と、ノルウェーが電気自動車から今度引くような政策だったんですよ。それ、その時にノルウェーの担当者が説明したのはですね、それを僕は言うべきだったんですけどね。えー、ノルウェーの担当者がなぜ、 えー、今までの電気自動車の推進政策を変えるのかと言ったらですね、そのうちの一つが自動車重量は平均として1.5倍っていう説明をしました。で、これはね、難しいんですよ。電気自動車ってもともと出力をどう比較するか。ガソリン自動車と電気自動車は駆動装置が違いますから。何馬力とか言ったってトルクも違えば、それから加速も違いますからね。それから、 暖房に使うエネルギーは、ガソリン自動車の場合は余熱を使いますけど、電気自動車は、えー、暖房を使わなきゃいけません。まあそういうことがいろいろありますね。それから装備も違います。あの全体としては電気自動車はもともとはガソリン自動車が軽くなるはずです。軽くなるはずなんですが、今では発達が未熟でですね、電池の性能なんか悪いとか、それから日本とノルウェーではね、やっぱり安全度の見方も違うんですよ。 日本で電気が不足して、電気自動車で電気が不足して止まっても、投資したり、なんかそういうことはあまりないんですけど、ノルウェーぐらいやとね、もう電気がなくて自動車が止まったらね、死ぬんですよ。これアメリカでも結構起こるんですね。ガソリン自動車でも起こるんです。ガソリン自動車が故障して、砂漠の中で延故すると、その中にいる人が死んじゃったりするんですね。まあ日本とはやっぱりだいぶ違うんで、まあそういう安全にかかる重さも違うんですね。ただノルウェーの場合は、 1.5っていうのは少しオーバーに言ってるかもしれない。それは可能性があるんですね。なぜかっていうと、えー、っと、ノルウェーはですね、電気自動車に対する、えー、車両の重量税を免除したんですよ。電気自動車はガソリン自動車よりが少なくとも重たいんです。1.2倍か1.5倍かは別にしまして、重たいんですね。それで、あの、それが故に、本当は道路の重量税を重量に応じてかけなきゃいけないのに、ノルウェー政府はですね、 えっと、電気増車を推進するために、重量税を免除したんですよ、実は。このことが背景にあるんですね。あの、実はね、今のこの私の今日の政治の季節のように関係するのは、実は情報の伝達っていうのはですね、全体を見て、印象を間違えないに言うのと、印象は少し間違っててもいいから、事実に沿って言うつの二つあるんですよ。事実に沿って言って、 必ずしも、その伝わらないんですね。例えば、電気自動車はいいですよ、いいですよっていうことを言いたいと思って書けば、1.2と書けばいいんですね。そうすると、日本の日産自動車のガソリン自動車と、それからそれに相当する値段の場合もあるし、馬力の場合もあるし、それから自動車の場合は装備とかそういうのもありますからね、ステータスとかね。そういうのをどう見るかによって、実は事実の伝え方って非常に難しいんですね。 私がこのひばりクラブでお伝えしてるのはですね、できるだけひばりクラブの見てる方が誤解しないように伝達してるんです。ですからね、ひばりクラブの方々はそれを事実で当たりますと、全世界の事実を当たってるわけじゃないですね。それから南方の車と北の方の車はやっぱり違いますんでね。これが一番難しいんですよ。だからあの、 こういう、まあ僕なんかもひばりクラブで皆さんに情報を提供してるんですけども、情報を提供する人は本当に良心的じゃんしかないんですよ。この事実を伝えるだけじゃね、良心的なことが伝わらない。これが、実は報道の一番難しいとこなんですね。例えば電気自動車でしたら、まず絶対に言わなきゃならないのは、なんで電気自動車がいいのって言わなきゃいけないんですよ。なんでガソリン自動車が悪いの電気自動車はもちろん電気を作ってるわけですから、 ものすごく遠いね。将来で太陽の光を宇宙空間で撮って、それをマイクロウブで送ってきたらとか、そういうこと言えば別ですけど、現在はほとんどが火力発電なんですよ。で、ほとんどが火力発電の時は、電気自動車を走らせようと、ガソリン自動車を走らせようと、ほとんど同じなんですね。で、もし違うとだったら非常に詳細に計算しなきゃいけないんですよ。例えばガソリンを運んでくる時の問題とか、 ガソリンスタンドで取りに行く問題とか、電気自動車の場合は火力発電所で作った電気を送電する時のロスとか、そのロスを今度は家にコンセントを作って、専用のコンセントを作って充電するとか、それから、えー、充電場に行って充電する時のその充電の場所を作る設備費のエネルギーの問題とか、全部計算しなきゃいけない。で、今のところですね、残念ながら、 そういう誠意ある計算をする学者も報道もほとんどいないんですよえ。もう電気自動車を推進したい人は、もう電気自動車を推進することに関して有利なことを全部書くんですね。ですから、この私のこのひばりクラブっていうのは、えまあ多くのあのテーマをね、できるだけ皆さんの認識が狂わないように、僕の意見にならないように、僕の意見を知るんじゃなくてね、 科学者としての、科学者とかも歴史も僕はあれ文学も何な,なんですか。私の勉強の成果を、できるだけ自分の、あの、関係兄弟とかね、そういう家族とか友人に言うときに、相手に好意を持って喋るというときに、どういう話になりますかってことなんですね。ですから、そうじゃなかったら、例えばね、今テレビでね、えー、昨日私言いましたけど、地方議員の8割は、 就職するとこないから、議員に立候補してんだなって言ったらね、絶対言いませんよ。絶対にテレビ放送が言いません。それはなかなか難しいことなんですよ。ただ、私はですね、この前、ベテランの国会議員に聞いて、私が、僕の経験では、5割ぐらいの人がなんか、就職がないから立候補するっていう感じに見えますけどね、とこう言ったら、その国会議員が、いや、8割ぐらいですよと言ったから、 それはこう、プライベートな小さな酒の席なんですけど、私の印象ではその国会議員の性質とか、言った時の雰囲気とか、そういうのから言って、これはそういうふうに思っておられるんだなと本当に思いました。したがってその情報はですね、できるだけ私の口を通じて言うという方法を取ったんですね。で、まあ政治の問題についてこんなにね、裏金問題がこんなにあるってことは、もちろん、 NHK の記者はもちろん知ってます。え、もう知らないはずありません。え、それはもう私もよくわかってます。なんで報道しなかったのって裏金を、なんで報道しなかったのあんなにすごいわけでしょ。みんながもらってるわけでしょ。しかも自由民主党じゃないですか。で、政治に金が付きまとったらいけないってこともみんな知ってますよ。NHK の記者も知ってます。だけど、なんで報道しなかったのかっていうのを考えてほしいんですよ。で、今後ね、ネットもあるし、 新聞もあるし、テレビもあるんですよ。我々はもう情報いくらでも聞けるんです。だけどその情報がですね、実は間違った情報が多いって我々はね、もうね、バカにされてんですよ。遊ばれてるって言ってもいいんですよね。バカだな、日本人は。これ嘘言っとけば嘘に頭おかしくなっちゃってっていうね。まあそういうことになってるので、そこをなんとかね、僕は、 国民が主体ですから、日本人が主体ですから、しかも日本人は真面目で、人の言ったことはあまり疑わないので、でやっぱり日本人にニュースを提供するときは、きちんとしたニュースを提供しなきゃね。中国人はもう嘘を言ってるってわかってるって言うんですよ。あの中国のテーブルがね、丸い、中国で食べるとき、中華のテーブルが丸いのはね、外から来る情報はみんな間違ってるから、家族とか、そういうグループで、 本当はこうなんだってことを話すための丸いんだって一回聞いたことあるんですよ。あ、なるほどね、と思いましたね。だからアメリカ人と、アメリカ人の話と面白いのはね、アメリカ人は自分のところに来る情報は全部フィルターがかかってると思ってるんですよ。え、もう民主党の情報、共和党の情報、からウォール街の情報、ね。全部違った情報を人間は流すんだってことを前提に聞いてるんです。 ですから僕は時々アメリカ人にね、いや、こんなこと言ってましたね。あ、それはこういうことなんですよっていう説明を必ずします。だから、アメリカ人はある程度ね、ある意味じゃいいのはね、みんなが立場によって違うことを言うってことを前提に聞いてるって言うんじゃいいんです。中国人はみんなが嘘を言うっていうことを前提に聞いてるからいいんですね。ところが日本人は人が正しいことを言うと思ってるんですよ。だからね、いい国民なんです。 だから僕は日本に生まれて日本に育ってよかったと思ってるんですよ。ええ、僕はそう思ってますけど、まあ、政治なんかを考えるときはね、決して NHK がこう言ってるのに武けたかなんだなんて言うようじゃダメなんですよ。ダメなんです。NHK はこんなに長く裏金というのが大っぴらにやられてたのに、全部取材してるのに放送しなかった。これはなぜですかっていうことを考えてね、まあこれから我々の日本を 正しくしていくのは自民党の議員でも誰でもありませんよ。立憲民主党がね、中国政策について一言も言わないのはなぜかと。まあ、こういうのをみんな一つずつ考えなきゃいけないと思いますね。